不思議な帽子。ロディがエディの家に向かっています。できた。よし、これでいいぞ。試してみよう。1、2、3、この辺りかな。すすすすすすすてき。うふ、エディはすて飛行機もトントントン。エディ、ふふ、何してるの。運動してたのさ。1、2、3、4。みんなのところに遊びに行こう。いいよ。これも持ってこうっと。さて、それは何？なんでもないよ。ポビの家に行こう。エディとロディはポビーの家に行きました。広い海の遥か彼方に、この世で一番歌のうまい、とっても違う。そうじゃないってば。それじゃダメだって、何度も言ってるでしょ。そうだっけ。いい？この世で一番歌のうまい、この世で一番歌のうまい、こう？全然ダメ。ほら見て、この世で一番歌のボビー、ハリー、ヤッホー、エディだよ。僕も来た。いらっしゃい。いいところに来たわ。さあ入って。ダンスの練習をしてたのよ。みんなでやりましょう。ダンスは？さあ、私の真似をして。広い海の。みんなも歌って。広い海の。遥か彼方に。二人も一緒に。あるか彼方に。ストップ。もうそうじゃなくて、あるか彼方に。真似して。あるか彼方に。そう、その調子。この世で一番歌がうまい。ダンスもいいけど、ポロロの家に行ってみない？ポロロの家楽しそう。行こうよ。そうする。みんなはポロロの家に行くことにしました。ポロロの家を覗いてみましょう。クジャン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 くだん。うわ、くだん。くだん、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 くだん。くだん。あらら。返事がないね。家にいないの？もう一回呼んでみよう。ポロロクラン。やっぱりいたんだ。クラン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 。ポロロ寝てるね。ポロロクラン。クロンがポロロの顔に落書きをしています。クロン、みんな来てたの？ポロロ、ルーピーの家に遊びに行こうよ。
ルーピーの家いいね。ポロロたちはルーピーの家に行くことにしました。僕も大丈夫。それより、あれは？トントンだ。カンカン。あ？ポロロたちだ。行ってみよう。あじゃ、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 あじゃ。やあ、トントン。いやあ、ここで何してるの？ソリに乗ってたんだけど、でも壊れちゃった。あ、あれなら僕が直してあげるよ。こうやってクリクリトントントン、クリクリトントントン、ソリをトントントン。治った。このくらい簡単だ。乗ってみて。うわあ、ちゃんと治ったの？もちろんだよ。クリクリトントントン。クリクリトントントン、出発。うわあ。愛したことないよ。トントン。え？魔法で飛行機も作れるの？飛行機？飛行機は作れないけど、空を飛ぶことはできる。空を飛べるって？本当？うん。じゃあ僕を飛ばしてみてよ。いいよ。クリクリトントントン、クリクリトントントン。いや。あ。クリクリトントントン、発射。無事だった。それは何？さあ、なんでもないよ。それより見せたいものがある。僕の家に行こうよ。そしてみんなはエディの家に行きました。よし、できた。何それ？何って？これを見てね。1、2、3、この辺りかな。エディだ。素敵。飛行機もトントントン。エディ、何してるの？あ、運動してたのさ。1、2、3、4。エディ、何してるの？先にあれが映るとはね。広い海の、みんなも歌って。広い海の。ポピー、ちゃんと踊れないからみんなに笑われてるわ。そうなの？続きを見る。あ、やっぱりいた。あ、クローンだ。クラーン。
クロンタラクランあまだあるよクリクリトントントン出発見てエディが風船になったときわー、クリクリトントントン発射これは落書きしたな逃げるのかクラーンクラーンクラーン待てクロン待てクラーンクラーンポロロクロンポロロとクロンはしばらく家の周りをぐるぐる回りました待てクロンクロンは本当にいたずらっ子ですねエディの異世界旅行エディが宇宙船を作っていますエディロニーやーやー宇宙船作ってるのうん月に行くんだ見てこれさかっこいいでしょうすごーいクランクラン本当に月へ行けるかなこの前も失敗したし今回はどうかななんだと二人ともあ、公園に行くんだよね一緒に行こうエディごめん、宇宙船を作らないとああ、わかったエディもダメうん、また今回は絶対成功させるぞ次の日、エディは宇宙船を完成させましたそうだすごくかっこいいよこれだけじゃないんだぞついてきてこの発明品さえあれば月にいる僕を見ることができるどうやって待ってて、みんなすごく驚くぞやっほーみんなわ不思議ね月へ行くこのエディ様をよく見てよねみんなじゃあ行ってくるよエディ気をつけて月に行ったら連絡して、本当に行けるのかなポロロやめて、見てろよし出発するか、数時間経てば到着するだろう。ダメだ。ああ、宇宙船が森の中に落ちてしまいました。叩いたのにどうしよう、エディは無事に言ってるかな僕が聞いてみる、さあ、あ、みんなだあ雪景色が見えちゃうよ一旦外が見えないようにしよう
エディだ。やあみんな。無事に向かってる？エディ、宇宙はどう？なんだって？よく聞こえないよ。ジチジチ。あ、ダメだ。後で連絡するよ。消えちゃったよ。宇宙だから連絡がうまくいかないのね。明日またしてみよう。え、そうね。エディに謝ろうって思ってたのに。ああ、これからどうしよう。そうだ、このままここにいて月に行ったふりをしよう。ああ、お腹空いた。まずは食べ物を持ってこないと。その日の夜、ポロロはエディに謝ろうとエディの家に行きました。あ、なんでエディに連絡できないんだろう。うん、お腹すいた。うわあ、ポロロ？エディ、なんでここに？あ、それが…エディはポロロと一緒に宇宙船がある場所に行きました。実はまた失敗したんだ。月に行ってるって言ったのに。みんなががっかりすると思ったからそう言ったんだ。これからどうするの？みんなに失敗したって言わなきゃ。あ、いい考えがある。え？ここに月みたいな空間を作ろう。月みたいな？うん、そうすればみんなもエディが月に行ったって信じるよ。そんなことして大丈夫かな。僕を信じてエディ。次の日の朝、ポロロはエディにまた会いに行きました。これで何するの？じゃじゃーん、宇宙の絵を描くんだよ。どう？でも真っ暗で何もないじゃないか。そっか。あ、じゃあ星を描いて取り付けてみる？うん、それいいね。これをここに置いたら、画面ではエディが月にいるみたいに見えるよ。じゃ、今から旗を立てる練習をしよう。じゃん。本ではそんな風にしてなかった。あ、そうだった。こんな風に。そうそう、それだよそれ。エディを手伝ったポロロがエディの家に行きました。みんな、ポロロ、エディが無事に到着したから連絡してみろ。あー、気になる。やあみんな。やあ、ついに月に到着したよ。エディが宇宙人の友達に会ったふりをするために宇宙人の服を作りました。なんで？なんでもないよ。ピッピッポロ。なんだよそれ。
宇宙人みたいに話さなきゃ。みんな一緒に集まってエディの連絡を待ちました。エディだ、やっぴー、ピリポロ。好きで出会った宇宙人の友達だよ。こんにちは、よろしく。ピロロポッポ、宇宙人の友達もみんなに会えて嬉しいって。ピッポロポッピー。おお、宇宙人のこの声がポロロとそっくりだなと思って。どうしよう、気づかれちゃった。もうポーピー、どうやってポロロが月に行くのさ。そうだね。それじゃあ宇宙人の友達と一緒に旗を立てるよ。ピロッポ。おめでとう、エディ。クランクラン。そろそろポンポン村に帰るよ。後で会おう。ピロッポ。気をつけてきてね、エディ。終わった。ポロロ、本当にありがとう。このくらい。着いた。エディ今着いたの？うん、ちょうど今月から飛んできたんだ。かっこいい、エディ。うん。エディ本当にすごい。そうだよね、みんな。ポロロが一番喜んでるわね。そうね、あんなにからかってたのに。エディ最高。ありがとう、ポロロ。こうしてエディとポロロだけの秘密ができました。エディが必要。ポロロたちはルーピーの家に遊びに行きました。ルーピー、みんないらっしゃい。やっほー。どうしたのかな。あ、お腹空いてるよね。早く入って。お菓子を作っておいたの。ほんと美味しそう。行きましょう。直さなくていいのかな。僕に任せればすぐに直せるさ。ポビー、エディ、とにかく中に入ろう。そこに座って。まあ、テーブルが壊れたみたい。心配しないで、僕が直してあげるよ。ちょっと待っててね。エディは工具を取りに家に戻りました。どこだっけ。ああ、これとこれと、これくらいでいいかな。ああ、掃除機もいるな。あちこち直したらきっと汚れるかも。掃除もしてくれるの？エディったら最高。いいぞ、これも持っていこう。あ、治ってる。どうなってるんだそれ。え、何の音かな。よいしょ、全部治ったね。なんだ、ポビーが直したのか。ポビー、ありがとう。さすがポビーだ。すごい。褒めすぎだよ。ポビー、玄関のペンキが剥がれたんだけど、塗ってもらってもいい？もちろんだよ。あれ、エディ、その道具は何？なんでもないよ。うわ、掃除機じゃないか。あ、これ超強力な掃除機を作ったんだ。試してみる？何するのよ、エディ。お菓子が吸い込まれたわ。そうよ。あ、こんなつもりじゃ。夜が更けました。エディが何かを必死で作っています。できた。ポビー、玄関のペンキが剥がれたんだけど。ペンキは僕が塗ってあげよう。いけ、万能ブラシ。
僕の実力を見せつけてやるぞ。次の日、エディは万能ブラシを持ってペティの家に来ました。ペティ、エディ、朝早くにどうしたの？ペティ、ペンキが剥がれたって言ってたよね。ペンキ？うん、ポビーに頼んでただろう。僕が代わりに塗ってあげる。このプレートよ。ああ、見てて、僕が塗ってあげる。あ、こんなはずじゃ。ちょっと何するのよ。これはどうしたの？あ、ペティの名前が消えてる。心配しないで、元通りにしてあげるよ。本当？戻せるの？もちろん。どれ？わあ、元に戻った。ありがとう、ポビー。さすがポビーね。お安いご用さ。あ、あれくらい僕にもできる。エディ。うわ、不思議なブラシだね。エディが作ったの？あれ、どうしたのかな？僕だってできるのに。エディ、ロディ来たのか。そうだよ、早かったね。ポビーがもう帰ろって言ったの。ポビーが？ポビーはいつも暗くなる前にみんなを家に帰らせるだろう。もう日が暮れそうだ。みんなそろそろ家に帰ろう。もっと遊びたいのに。その手があったか。みんな日が暮れるよ。そろそろ家に帰ろう。もうそんな時間？暗くなる前に帰ろう。待って、日が暮れても遊べるよ。もうすぐ暗くなるよ。いいから見てて。何してるの？まあ見てて。それ。本当に明るくなった。こうすれば朝まで遊べるよ。あ、うちに帰らないと遅くなっちゃうよ。みんな一緒に遊ぼう。みんなもう少しだけ遊んだらうちに帰ろう。わかった、そうする。朝になりました。朝まで遊んだみんなはすごく疲れたようです。みんな元気がないみたいだね。ポビー、朝まで遊んだからすごく眠いの。寝ずに遊ぶからだよ。早く家に帰って寝た方がいい。ポビーの言うことを聞けばよかった。ダメだ。でも楽しく遊んだだろ。今日も朝まで思い切り遊ぼう。アクション。朝まで遊んだから風邪をひいたみたい。やっぱり日が暮れたら家に帰らないとね。そうだね。帰ろう。またポビーだけ褒められた。僕は必要とされていないのかな。エディ、一緒に帰ろう。いやだ、僕はもっと遊ぶ。エディ。また夜になりました。トントンはまだ起きているようです。あれは何かな。公園がある場所だ。夜なのに明るい。みんなでパーティーをしているのかな。行ってみよう。うわぁ、すごく明るい。おっと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 、ここで照らしてたのか。不思議だな。他の場所は？大変だ。まずいぞ。どうしたらいいんだ。
そうだ、みんなに助けてもらおう。トントンはまずエディの家に行きました。エディ、トントンどうしたの？トントンはエディに公園でのことを相談し助けを求めました。そうだったのか。手伝ってもらえる？もちろんさ、僕に任せて。ありがとう。じゃあ行こう。あ、待って。え、どうしたの？ポービーの方が役に立つかも。ポービーに頼んでみて。うん、あー、わかったよ。うん、じゃあ行くね。トントンはポビーとみんなに助けを求めました。めちゃくちゃだね。気をつけて、かけらがたくさん落ちてる。みんな、ごめんね。気にしないで。どうやって片付けたらいいの？エディの力が必要だ。ああ、ポビーなら公園を元通りにできるわ。そうよ、ポビーできるよね。クランクラン。どうかな。大丈夫、僕たちも手伝うよ。クロも行こう。クランクラン。おっと、エディも公園に来ていたようです。やっぱり僕は必要ないのかな。クロ、大丈夫？クロ、ポビー、いい方法はない？このままじゃ事故を起こすわ。僕のせいでごめんね。このままじゃ危ない。エディに助けてもらおう。エディに？エディの発明品があればきっとすぐに解決できるよ。朝のことで私たちに怒ってるんじゃないかしら。そうよ、エディなら解決してくれるよ。行って頼んでみよう。クロ、待って。エディ、僕の助けが必要なの？もちろん、君の助けが必要だ。手伝って。そう、わかった。さて、まずは状況を見てみよう。それ、万能ブラシだ。すごい。はあ、終わった。さすがテキパキしてる。エディがいてよかった。お安いご用さ。朝のことはごめんね。私も言い過ぎたわ。ごめんね。クちゃん。いいんだ、僕が先にポビーに焼き餅を焼いたからこうなったんだし。ごめんね。気にしないで。みんな、もう帰る時間だよ。エディのおかげで公園はとてもきれいになりました。エディ、よく頑張りました。ロディの誕生。深く暗い夜になりました。エディの家にはまだ明かりがついてますね。よし、できたぞ。エディがロボットを作ったみたいです。よし、早速試してみよっか。もう少し待ってれば。朝になりました。みんな朝からどうしたの？新しい発明品を見せるって約束したじゃない。すごい。じゃあ早速動かしてみよっか。スイッチオン。やあ、おはよう、僕はロディ。おはよう、エディ。おはよう、ロディ。これだけじゃないぜ、ロディ、実力を見せてやろう。実力？よし、実力を見せてやる。あ、そうだ、さあ行くよ、飛ぶぞ。
なんだ。でもこんなにも動けるよ。こんなダンスもできるんだ。てってててって。じゃあこんなものは直せるのかい？ちょっと貸して。うん、不思議なものだね。なんだこれ。それはカメラというものさ。本当に直せるのかな。カメラ、写真を撮る機械だな。あら、撮れない。カメラが壊れた。ちょっと待って。全部壊れちゃったよ。これは僕が直してあげる。じゃあロディの特技って何？クランクラン。特技？そりゃエディ、僕に何ができるの？そうだ、力持ちだよ。力持ち。僕力持ちだよ。力持ち？よいしょ。どうだ？まだまだだよ。よいしょっと。まだまだできる。もっともっと、さらにもっと。危ない。危ないのか。外でやった方が良かったみたいだね。みんなここだよ。これ僕が作ったんだ。こんなに大きく作れたの？本当に大きい。ほらね、力持ちだって言ったろ。もっと大きく作れるぞ。よいしょ。ともっと強く押してやる。よいしょ。ロディーやばい。他の技が良かったかも。他の技？ん？いや私そろそろ帰らなくちゃ。僕も。夜になりました。ロディ？ん？何？ベッドで一緒に寝よう。ベッドで？わー、やった。にゃ、ロディ、ダメだ、君と一緒に寝れない。一緒に寝れない？それじゃあその代わり、ロディの家を作ってあげる。僕の家？そうだよ。やった。ありがとう、エディ。今日はいろんな騒ぎがあったのですが、それでもエディは新しい仲間のロディが大好きなんです。スーパーヒーロー騒動。今日はエディとロディがポロロの家に遊びにやってきました。悪党たち、懲らしめてやる。クランクラン。とんでもない、悪党ロボット出動だ。出動。僕は悪党ロボットだ。受けろ。ピョンピョン。クランクラン。ポロロ、もういい？今度は僕がヒーローするよ。エディがヒーローやるって似合わないよ。クランクラン。なんだっけ？ヒーローと言ったらこのエディ様だよね、ロディ。ヒーローは似合わない、エディ。ロディ、君まで。ふん、僕帰る。エディ。エディは怒って家に帰りました。僕がヒーローに会わないだって？悔しい。よし、僕がどれだけヒーローにぴったりか見せてあげないと。エディはヒーローになるための発明品を考えました。よし、そろそろ作ってみよう。ヒーローになるのはやはり簡単ではないですね。しかしエディは諦めずに一晩中ヒーロー鎧を作りました。
ストをしてみようかな。はっ、ロケットパンチ発射。よし、それじゃあ次は、うん、あれがいい。網鉄砲発射。成功。早くみんなに自慢しなくちゃ。それじゃあ出発。たっ、お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 、できた。エディ、なんでこんなに遅いんだろう。そうね、みんな、やあみんな。これ何？これはね、本物のヒーローだけが着られるヒーロー鎧だ。かっこいいだろ。すごい。あ、そうだ、これをあげるよ。さあ、これを一つずつ受け取って。これは何？待って、そのボタンは危ない時にだけ押すようにしてね。危ない時ですって？うん、それを押せばこのエディ様が出動して助けてあげる。わかった。それじゃあ行くよ。おっと、失敗。次の日の朝になりました。よく寝た。そうだ、で、みんなから連絡が来てるか見てみようか。お、まだ何もないみたい。早く出動したいのに。もし出動することになったら、助けて、エディ。大丈夫、僕が助けてあげるから。エディ、ロケットパンチ発射。大丈夫かい？クランクラン、やっぱりエディはヒーローだね。クランクラン。本当にかっこいいんだけどな。お、あ、ハリーの身に危険が迫っているみたい。出動準備。変身完了。すぐに行くからね。ハリー、僕が助けに来た。本当に来たんだ。身に危険が迫ったから呼んだんじゃなかったの？ああ、これ本当に使えるのかテストしてみたんだよ。いい、本当に早かったね、エディ。来たついでに新しく作った歌を聴いていかない？なんだよ。お、あ、クロンだ。待ってて、クロン。お、お、エディ。クロンを助けに来たんだ。クロンは？クロンはここにいるじゃない。なんだ、確かに出動信号が鳴ったんだけど。クロンが寝てる時に押したみたいだね。なんだって。それじゃあ僕行くよ。待って。お、どうしたんだ。ドアを直してから行かなくちゃ。わかったよ。こんなはずじゃ。エディは家に帰り出動信号を待ちましたが、どれだけ待っても信号は鳴りませんでした。出動。あ、夢だったんだ。こんなんじゃかっこいいヒーローの姿を見せられないじゃないか。いい方法はないかな。僕は悪党ロボットだ。そうだ、やっぱりヒーローは悪党やっつけなくっちゃ。それなら
エディは一晩かけて偽物のアトーロボットを作りました。本物のヒーローがどんなものか見せてやる。あそこだな。アクトロボット、よろしく。僕アクトロボットだ。突然どこから来たんだろう。僕アクトロボットだ。アクトロボだって？悪いロボットのように見えないけど。みんな怖くてブルブル震えてるな。そろそろ行こうか。チャーン、止まれこの悪者め。ヒーローエディが懲らしめてやる。くらえロケットパンチ。動くな、網鉄砲発射。懲らしめてや。アクトロボットも大したことないな。どうなってるの？そんなありがたがる必要はない。どうなってるんだ？これは計画にないんだけど。それどういうこと？それは私たちの方に来てるわ。怖いに、どうにかしてよ。僕のせいで。そうだ、僕が解決するよ。行け。肝心な時に故障するなんて。あ、そうだ、スイッチがあったんだ。やっ、早くスイッチを消さなくちゃ。これさえ押せばいいんだけど。もう少しだけ。よかった。ところでエディ、これはどういうこと？それは…アクトロボットをわざと作ったの？ごめん、ヒーローのようなかっこいい姿を見せたくて。でも、これはちょっとひどいわ。クロンクロン。本当に危なかったんだよ、エディ。ごめん、こうなるなんて思わなくって。でもありがとう、エディ。エディが僕たちを助けてくれた。そうね、エディがいなかったら大変だったわ。さっきはエディが本物のヒーローみたいだったよ。本当？そうだ、エディ様にこれを頼まなくちゃ。何でも任せて。ひどい、これいつ全部直せるかな。エディ家に帰ったんじゃなかったの？エディ一人で修理できないでしょ。手伝いに来たよ。本当？ありがとう。エディ、もう二度とこんなことはしないよね。はい。よいしょ。不思議なコピーマシン。ドラゴンはスーパーロボットに向かって火を吐きました。スーパーロボットは火を避けて空に飛んでいきました。わあ、すごい。エディ、おはようルーピーがサンドイッチ作ってくれたの。これよ、みんなで一緒に食べましょう。サンドイッチ？頑張って作ったの、お口に合うかしら。さあ、召し上がれ。うわー、おいしい。ルーピー最高。ありがとう、みんな。もう一つ、これ本当においしいよ。待って、ボビー、それをちょっと貸してくれない？いいよ。これはとってもすごいコピーマシンなんだ。
これでサンドイッチを増やしてあげるよ。とってもすごいクリームマシン。よく見てて。ここにサンドイッチを入れて、よいしょ。よし、さあこれが本物のサンドイッチで、じゃじゃん、こっちが新しいサンドイッチだよ。本当にサンドイッチが2つになりました。サンドイッチが2つになった。ちょっとこんなものさ。グラングランクラン、食べたいって。グランクラン、もちろんまた作ればいいんだから。おや、サンドイッチが消えてしまいましたね。あれ、壊れちゃったのかな。じゃあこれは、ちょっと待って、僕がマシンを直してサンドイッチをたくさん作ってあげるから。本当に直せるのかな。もちろんさ。うん、バイバイ。はあ、みんな帰った。よし、早速直すぞ。これで治ったはずだぞ。もう一度やってみよう。よし、サンドイッチは2つになったけど、よし、成功だ、成功だよ、成功だってば。ロディ、あれ、いない。ロディ、成功だよ。どこにいるんだよ。クロンがエディの家にやってきました。クロンが二人になってしまいました。どこ行ってきたの？やめて。まさかエディのマシンのせいでこうなったわけ？ポロロはクロンたちを連れてエディの家に行きました。どういうこと？何があったの？クロンが二人いるよ。コピーマシンに入っちゃったらしいんだ。ああ、そういうことなら大丈夫。元に戻すことだって簡単にできるんだから。本当に？さあ、二人とも中に入って。心配しないで、すぐ終わるよ。はい、終わり。どうだ？簡単だろ？1、2、3、4。どういうこと？逆に増えてるじゃん。そうだね、もう一度やってみよう。さあ、4人とも中に入って、早く早く。よし、こうすれば。さあ、今度こそ。よかった、クロンが1人に戻りました。うん、クロン本当によかった。ほら、元に戻せるって言っただろ。ドアが閉まるんだもん、びっくりしたよ。ほんとびっくりだよ。今度はエディが2人になりましたね。サメから逃げろ。エディは今日宇宙に行きます。楽しみですね。じゃあね、みんな。本当に大丈夫？僕も心配だよ。安心して。僕は心配してない。よかった。頑張ってね。気をつけて。もちろん。じゃあまたね。さあ出発。カウントダウン、10、9、8、7、大丈夫かしら？クロン、クロン、4、3、行くぞ。2、1、発射。
かしいな。ロケットは壊れてしまいました。そして海の中に。
ずい。大変囲まれてしまいました。いや、あそこにいるロディ。よしと、このロープを持っててくれないか。このロープを、うん、僕が助けに行くから合図したら引いてくれる。わかった。ダメよボビー。心配しないで。あー、どうしよう。こっちを見て。それ、いや、僕は可愛いクマのボビーだよ。ボビー、僕のダンスを見せてあげる。まんまる太った小豚さん。何してるんだろう。ポロロ、出て。お？豚さんママも。ハリー、ボビーが歌っている間にエリーを助けてきて。わかった。気をつけて。よし、行こう、トゥトゥ。よし、それ。ブタさんママも呼んでる。おいでよ、ブーブーブー。ありがとう。あそこだ。あ、どうやって出よう。エディ、あ、サメはいなくなったから出ておいで。本当？今から出るよ。こうしてエディを助けることができました。それじゃあ今度は別の歌にしよう。お、うん、ダンスはどうだった。トゥートゥは無事に帰ってきました。あ、じゃあみんな、僕のダンスを見てくれてありがとう。今日はこれでおしまいです。じゃあまたね。お願いロディ。ボビーから合図が来た。バイバイ。またね。手を掴んで。ああ、ありがとうロディ。クロ、よくやったね。あ、トゥトゥだわ。おい、みんな帰ってきたよ。マルル、エリー、無事だったのね。踊ってこられてよかった。すごく心配したのよ。ポロロとトゥトゥが助けてくれた。クロクロ、本当はトゥトゥのおかげなんだ。ありがとうトゥトゥ。僕もポロロとポビーに助けてもらったよ。僕はロディに助けてもらった。ロープを引いただけ。僕たちみんなでエリーを助けたんだね。そうだね。カウントダウン10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。発射。エディのロケットは空高く飛んでいきました。そうね。